さて、さまざまな分野で社会に貢献した人に贈られる秋の褒章の受章者が発表されました。今年の秋の褒章には岡山県在住で7人、香川県在住で14人が選ばれました。黄綬褒章の受章が決まった香川県の伝統工芸士森本隆さんです。40年間木製の家具や建具の製造に携わり、香川県の伝統的工芸品ぐで障子の技を受け継いで業界の発展に貢献したことが評価されました。日本にしかないものなんで、日本人ができなくなったらもうどこにもなくなるから、せめて職人を続けてできる環境を作っていきたいなと。いやー、なかなか頑張ってきた甲斐があるかなと。今は伝統の技術を生かして生活に密着した製品作りを行うとともに、後進の育成にも力を入れています。日本人としてのアイデンティティというか、残すべき技術は残していかないといけないと思います。呉障子用のはこういうもんですよというのを伝えていきたいなと。